コナミ麻雀ファイトクラブの滝沢和典プロ、麻雀バガボンドという異名がありますが、デビュー当時はその整ったルックスから越後の奇跡と呼ばれることもありました。今回はそんな滝沢和典プロについて大雑把に解説していきたいと思います。では早速見ていきましょう。滝沢和典プロは1979年12月6日生まれ、新潟県長岡市出身の44歳です。実は生まれは柏崎市だったそうですが、すぐに長岡市に引っ越しました。子供の頃の滝沢プロはすごい高いところから飛び降りたり、急な坂道を自転車でノーブレーキで下るとか、今思えばゾッとするようなことをやって遊んでいたそうです。小学生になると父親の影響で野球を始めます。しかし滝沢プロはやりたかったわけではなく、父親が好きでやらされていたそうです。勉強もできる方で真面目だったそうですが、この頃に滝沢プロはいじめにあってしまいます。上級生からいじめられていたそうですが、この経験から滝沢プロの中に正義感が生まれ、人が嫌がることをやめようと思うようになります。中学校に進学するとここでも野球を続け、野球部に入ります。野球部は全員坊主だったため、滝沢プロも坊主だったそうです。この頃のポジションは外野手で、特別足が速かったわけではないですが、盗塁が得意でした。そして中学2年生の時に麻雀と出会います。友達の家に遊びに行った際に、友達と両親が一緒に麻雀をやっているのを見たことが始まりでした。滝沢プロはそこに入れてもらう形で麻雀を始めます。そこで面白いと感じた滝沢プロはすぐに入門書を買ってルールを覚えたそうです。それから野球部の仲間と麻雀をやるようになります。こうして麻雀が趣味になっていったそうですが、もう一つ滝沢プロに趣味ができます。それが音楽でした。中学3年生の時に友達からなんかやろうぜとノリでボーイのコピーバンドを始めます。ここで滝沢プロはギターを担当することになります。こんな感じで中学で麻雀と音楽を始めますが、まだあくまで趣味の範囲で勉強もちゃんとやるそこそこ優秀な生徒だったみたいです。そしてそこそこ偏差値の高い高校に滝沢プロは進学します。この高校生の時に滝沢プロはファミレスでアルバイトを始めますが、そこでバイト歴が長い人が気の弱い後輩バイトをいじめているところを目撃します。それに嫌気がさした滝沢プロはすぐに辞めたそうですが、指摘するのも面倒だし気に入らなければ自分が辞めればいいというスタンスだったそうです。そんな高校時代について滝沢プロは次のように振り返っています。高校に入ったらこれ以上部活で疲れるのは嫌でしょという感じと、野球はやらされていただけだったので軽音楽部に入りました。建前は軽音楽部なんですけど、言ってしまえばただの不良の集まりでした。中学まではちゃんと勉強していたんですけど、高校では一切しなくなりました。入った時は上から10番目だったんですけど、卒業時は下から3番目でしたね。ギターと麻雀ばっかりで勉強なんてする暇なかったですね。今思えば勉強しておけばよかったと思いますね。特に不自由することはないんだけど、コンプレックスになっていますね。麻雀界も結構学歴高い人ばっかになって、たまにマウント取られるんですよ。大きな企業の方たちと食事に行くようになって、学校どこって聞いてくるなって思っちゃいますね。こんな感じで勉強をしなかった滝沢プロはテストで0点を取ることもあったそうで、進学を全く考えていませんでした。学校の三者面談でも進路について聞かれると、麻雀で生きていきますと言うと先生に怒られてしまいます。この時のことを滝沢プロは次のように語っています。めちゃめちゃ怒られましたね。僕の親は半分諦めて黙ってましたけど、先生が他にやりたいことはないのか、専門学校とかはどうかと勧めてくれました。麻雀以外は音楽しかやりたいことはなかったんですけど、地元のバンドを見てると絶対食えないなと思っていたんです。みんなアルバイトしているし、売れるってなんだろうと思いました。それ言ったらバンド以上に麻雀って何がなんだかわからないんですけど、最終的にギターを作る ESP という音楽系の専門学校に行くことにしました。僕の中ではもう麻雀で食べていきたい、上京したいという気持ちだったんですけど、でも何もないのにただ東京に出るのも違うなと思って専門学校に行くって感じでした。1年行ってみろ、
そしたらやめてもいいからって言われていたので、1年間はちゃんと学校に通いましたけど、本当に1年でやめました。こんな感じで東京に出てきた滝沢プロですが、専門学校時代の1年間は、昼は学校、夜は麻雀という毎日でほとんど寝ていなかったそうです。睡眠時間は山手線の車内だけで、なんだかんだ麻雀漬けでした。そして、19歳の滝沢プロは本格的に麻雀の道を進むことにします。高田の馬場の雀荘に通い、1日10時間打ち続けるなど腕を磨き、数多くの麻雀関係者とつながりを持つようになると、王位戦を見学できる話を聞き、滝沢プロは見学に行きます。ここで荒正義プロの後ろに案内され、荒プロのパイさばきがかっこよく見えたのと、8万点トップという強さにプロになりたいなと思うようになります。そして、麻雀を教わっていた国根秀隆プロから、最高位戦のプロテストがあるから受けなさいと言われテストを受けます。最高位戦のプロテストでは筆記試験を突破しますが、実技試験で不合格となってしまいます。そこに荒プロが、どこでもいいんでしょう。すぐに連盟のプロテストがあるから受ければと言ってくれ、プロ連盟のプロテストを受けることになります。荒プロの推薦を受けての受験という形でしたが、滝沢プロはテストの論文を白紙で出したところ、面接官の名田朝太郎プロに、論文は書かないとダメだ、と言われてしまいます。こんな感じのプロテストでしたが、滝沢プロはなんとか研修合格となります。ちなみにこの時正規合格していたのが二階堂ルミプロと近野慎太郎プロで滝沢プロの同期になります。こうして1999年に日本プロ麻雀連盟に入会した滝沢プロはプロ活動をスタートさせますが、滝沢プロは本名の滝沢和則ではなく登録名を滝沢和則にします。これは滝沢と一発で漢字変換が出てこないことが多く、自分だけでなく周りも面倒だろうなと気を使ったのも理由の一つだそうです。そしてプロになったばかりの頃に、終生のライバルとなる佐々木久人プロと出会います。新宿歌舞伎町でメンバーをしていた佐々木久人プロが働くお店に滝沢プロが遊びに行った時が初めてだったそうで、この時のお互いの印象について、滝沢プロと佐々木久人プロは次のように語っています。態度が悪い店員だな。よく補充するけど、よく上がる。結構強いな。どこのお坊ちゃんだ。綺麗な麻雀だけど、俺には勝てないな。宮本武蔵と佐々木小次郎に例えられたこともありましたね。あれってどっちが負けるんだって。小次郎。じゃあ俺が武蔵だな。いや、名字が一緒なんだから、あなたが小次郎でしょ。ここから佐々木久人プロがプロ連盟に入会すると、滝久の愛称で二人とも人気者になっていきますが、このことについて滝沢プロは次のように語っています。実は滝久って僕が大昔に仕掛けたのが始まりなんです。あの頃は女流プロがフィーチャーされていて、当時は勝手の僕ら男子プロがより露出するにはどうしたらいいかと考えた時に、僕と久人の麻雀スタイルが対極にあったので、二人が一緒に出る場面が増えると面白いかなと提案したことが最初でした。ラッキーなことにそれで注目していただいて、二人で出る放送対局がすごく増えたんですけど、いつも久人と比較されるんですよ。最初は僕の方が先輩だったんだけど、いつの間にか追い越されて久人の方が結果を残して、滝久って鬱陶しいと思った時期もありました。この関係性が何年も続いて、 M リーグではお互いのチームで煽るツイートが飛び交うなど、数々の滝久対決を見せてくれました。そして現在では同じチームで滝久が共闘という熱い展開を見せ続けてくれています。話は戻りますが、滝沢プロのプロ1年目のリーグ戦は C2 スタートでした。同期のみんなが昇級する中で滝沢プロだけ残留となりました。しかし、それ以降は降級することなく昇級していき、E2 リーグにまで上り詰めます。そして、23歳の滝沢プロは近代麻雀ゴールドで、若き真剣士、滝沢の日常というコラムを書いています。ここで大きな博打を打った後は利益が逆流する。今月の収支は27万円など赤裸々に語っているほどのジャンゴロだったことが伺えますが、あくまでこれは昔の話です。そして2006年には26歳という若さで王位戦を制覇すると、
翌年も王位戦を連覇するという偉業を達成します。2010年には行きつけのバーでバーテンダーをやっていた奥様と結婚し、順風満帆だった滝沢プロはどこまで登っていくのかと周囲は期待しましたが、ここから足踏み状態となり、2016年頃からはさらにスランプに陥ってしまいます。長年戦っていた A2 リーグで首位になり、いよいよ昇級かというところから降級すると、その後も C1 まで降級を続けてしまいます。さらに M リーグの前身ともいえる RTD リーグでも2年連続最下位という結果になってしまいます。こんな失意のどん底ともいえる2018年に M リーグの発足が発表されます。ここで滝沢プロは EX 風林火山からドラフト2位で指名を受けますが、当時を振り返って次のように語っています。今が旬の人を上から並べていったら、どう考えても自分は入らないと思っていました。絶対に指名されるなら会場に行こうと思っていたので、担当者に確認を取って自宅で娘の子守りをしながらドラフトを見守ることにしました。そしたら僕の名前が呼ばれて、一瞬わけがわからなくてふわーってなりましたね。すぐに知り合いから連絡がバンバン入ってきて、放送を見ていたら呼ばれた選手がステージの方に向かうじゃないですか。僕以外全員いたので焦りましたね。正直滝沢は終わったと思われていた時期だったので本当に驚いたんですけど、同時に絶対にこの期待に応えたいなという思いが生まれました。今こうして M リーグに出続けられるのもあの時の指名があってのことだと思うので本当に感謝しています。またチームメイトの二階堂明プロと勝俣健二プロについて、2人がお酒を飲まないタイプだったので飲み会で申し訳ない気持ちになるなと、お酒が大好きな滝沢プロは想像していたそうですが、チームで飲みに行くとスタッフたちがお酒好きで、明プロと勝俣プロが先に帰る中、滝沢プロはスタッフたちと最後まで飲むなどすごく良くしてもらっていました。そんなこんなで M リーガーとなった滝沢プロは1年目に個人スコアが2位、平均打点が3位、4着回避率が1位という個人タイトル3部門が全て3位以内という好成績を残し、滝沢復活、お世間にアピールします。これが本当にきっかけとなり、リーグ戦でも復調して現在は B1 リーグまで再び上がってきています。 EX 風林火山では M リーグ2020シーズンで奇跡的な大逆転優勝をするなど、常に話題の中心といっても過言ではありませんでしたが、中でもみんなを驚かせたのがの突然の自主退団でした。これについてはこちらの動画で解説していますので省略させていただきますが、滝沢プロは EX 風林火山を退団してコナミ麻雀ファイトクラブに移籍することになります。こうして現在もコナミ麻雀ファイトクラブのメンバーとして戦っていますが、2023-24シーズンではセミファイナルでチームは敗退となってしまいます。そんな滝沢プロが最後にファンに向けて次のように語っていたので紹介します。来季はファイナルに何が何でも残りたいと思っています。 M リーグでは1年目に結構勝って、でも2年目に結構負けて、いろいろ経験して年齢もあるかもしれませんが、ようやく安定してきたと思えてきました。気持ちが安定して年々強くなっている実感があります。ブレずに自分の麻雀を打っていこうと思いますが、パイレーツにあれだけ差をつけられたので変えなきゃいけないという部分もあります。来季は参加率を少し上げて、それがどうなるか、麻雀なんで結果は運にも左右されるので楽しみであり不安でもあります。ファンの皆様に納得してもらえる麻雀が打てるようにこれからも頑張っていこうと思います。でも特別なことは何もいらないと思っています。真剣にやった結果がうまく伝わればいいなと思っています。麻雀って面白くしようと思ってなくても勝手に面白くなるんだよってことが伝わると嬉しいですね。以上、滝沢和憲プロについての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。よかったらチャンネル登録もお願いします。